十六。毎一文字にかけて、人中を抜けつ潜りつ、筆屋の店へ踊り込めば、三五郎はいつか店をば売りしもうて、腹掛けの隠しへ何がしかをじゃらつかせ、弟妹引き連れつつ、好きなものをば何でも買えの大兄さん。大愉快のもなかへ、翔太の飛び込み騎士なるに。やあ翔さん、今お前をば探していたのだ。 俺は今日はだいぶの儲けがある。何か奢ってあげようか。と言えば、バカを言え、てめえに奢ってもらう俺ではないわ。黙っていろ、生意気はつくな。と、いつになく荒いことを言って、それどころではない。とて塞ぐに、なんだなんだ、喧嘩かと食べかけのあんパンを懐にねじ込んで、相手は誰だ龍下寺か長吉かどこで始まった中か取り前か。 お祭りの時とは違うぜ、不意でさえなくは負けはしない。俺が承知だ、先棒はフラ。翔さん、気持ったもしっかりしてかかりねえ、と競いかかるに。えー、気の早いやつめ、喧嘩ではない。とて、さすがに言いかねて口をつぐめば。でもお前が体操らしく飛び込んだから、俺は一途に喧嘩かと思った。だけれどしょうさん、今夜始まらなければ、 もうこれから喧嘩の起こりっ子はないね。長吉の野郎、片腕がなくなるもの。というに。なぜどうして片腕がなくなるのだお前知らずか、俺もたった今、うちのとっさんが、龍下寺のご親族と話していたのを聞いたのだが、ノブさんはもう近々、どこかの坊さん学校へ入るのだとさ。衣を着てしまえば手が出ねえや。 からっきりあんな袖のペラペラした恐ろしい長いものをまくり上げるのだからね。そうなれば来年から横丁も表も残らずお前の手下だよ。とそやすに。よしてくれ。二銭もらうと長吉の組になるだろ。お前見たいようのが百人仲間にあったとてちっとも嬉しいことはない。つきたい方へどこへでも着きねえ。俺は人は頼まない。ほんの腕っこで一度、 龍下寺とやりたかったに、どこへ行かれては仕方がない。藤本は来年学校を卒業してから行くのだと聞いたが、どうしてそんなに早くなったろう。しようのない野郎だ。と舌打ちしながら、それは少しも心に止まらねども、緑がそぶりの繰り返されて、翔太は例の歌も出ず、王子の行き来のおびただしきさえ心寂しければ、にぎやかなりとも思われず。 人もしごろより筆屋が店に転がりて、今日の鳥の市、めちゃめちゃに、ここもかしこも怪しきことなりき。緑は、かの日をはじめにして、生まれ変わりしようの身の振る舞い。ようあるりは、車の姉のもとにこそ通え、かけても町に遊ぶことをせず、友達、寂しがりて誘いにと行けば、今に今にと、から約束果てしなく、 サシモに仲良しなるけれど、翔太とさえに親しまず、いつも恥ずかしげに顔のみ赤めて、筆屋の店に手踊りの活発さは、再び見るに固くなりける。人は怪しがりて、病の成果と危ぶむもあれども、母親一人、微笑みては、今におきゃんの本性は現れまする。これは中休み。と、訳ありげに言われて。 知らぬ者には何のこととも思われず、女らしゅう、大人しゅうなったと褒めるもあれば、せっかくの面白い子を種なしにしたとそしるもあり。表町はにわかに火の消えしよう寂しくなりて、翔太が美音も聞くこと稀に。ただ、夜な夜なの弓張り上鎮。あれは日がけの集めとシルく、土手を行く影、そぞろ寒気に。 折りともする三五郎の声のみ、いつに変わらず、おどけては聞こえぬ。龍下寺の神女が、我が州の修行の庭に立ちいずる噂をも、緑は耐えて着飾りき。ありし意地をば、そのままに封じ込めて、ここしばらくの怪しの様に、我を我とも思われず、ただ何事も、恥ずかしゅうのみありけるに。 ある霜の朝、水仙の作り花を格子門の外より差し入れおきし者のありけり。彼の仕業と知りよしなけれど、緑は何故となく懐かしき思いにて、違い棚の一輪挿しに入れて寂しく清き姿をめでけるが、聞くともなしに伝え聞く。その明けの日は、新女が 何がしの学林に袖の色変えぬべき当日なりしとぞ。